はいお時間いただきましてありがとうございますこれよりマリッジフォールジャパン結婚の自由をすべての人に婚姻平等マリフォー法案の発表記者会見をスタートしたいというふうに思います私公益社団法人マリッジフォールジャパン結婚の自由をすべての人に理事の松中と申しますよろしくお願いいたします 2月の頭に岸田首相の方から同性婚が成立すると社会が変わってしまうという発言がありその後元秘書官などの差別的な発言が続きました以降社会においてさまざまな声が上がったにもかかわらずまた岸田首相の方からは同性婚に関しては不当な差別には当たらないという言葉がありまだまだ議論が必要だということが国会でも答弁されています。 また立憲民主党など同性婚結婚の平等に関する法案が提案されまた維新の会などはパートナーシップ法というものに関しての発言が国会でもされておりますまだまだ議論が必要ということであればその議論を活性化させるために私たちの方からも情報を提供していこうということで本日はまさにこの婚姻平等に関するマリフォーとしてマリッチフォールジャパンとしての市民案を提案したいと思います。併せてこのの結婚の平等同性法に関する 論論点点整理論点解説についいても話をできればと思います本日はこのマリッチ・フォール・ジャパンの共同代表である三輪の方からこの論点整理についてそして共同代表の寺花の方からはマリ・フォー法案について説明をさせていただきます。 その後、客観的な立場から、専門的な立場から、この論点整理および法案に関するコメントとして、立命館大学の名誉教授の二宮先生にお越しいただいてますので、コメントをいただきたいというふうに思いまます。す。では、よろしししくお願いいたしますマリフォー共同代表の三輪昭と申します。 私からはまず同性婚法不正化に向けた論点について説明をさせていただきますえっと十分程度を説明したいと思います同性婚をめぐる議論の中で反対意見、慎重意見とか誤解されている点について今日は三つに絞ってあの説明をさせていただきたいと思います 配布資料、皆様のお手元に配っている配布資料には、あの他の論点に対する説明も掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください、このミント色の資料になります。えー このフリップに沿って説明したいと思いますけれどもまず第一に同性婚を法制化するためには憲法、まあ、特に24条を改正しないといけないという見解をたまに見かけることがありますしかしそれは誤りです憲法改正は必要ないということになります憲法24条は婚姻は両性の合意のみによって成立すると いうふうに定められていますのでこの規定によって同性婚は憲法で禁止されているという見解があるようですしかし憲法二十四条は当事者以外の意思によって婚姻が妨げられないようにするために規定されたものですので同性婚を禁止するために設けられたものではありません実際に憲法二十四条を含めて同性婚を禁止すると明,明記した条文は一つも 存在しません学説のほぼ全ても政府答弁でも禁止説というのは採用されていませんし同性婚をめぐる結婚の自由全ての人にの訴訟でも禁止説を採用する判例は一つもありません。で国、まあ、つまり法務省ですけれども裁判に出てきているあの法務省も禁止説に立つという主張をしていません。 で憲法が同性婚を想定してないから憲法改正が必要であるという見解がもしかするとあるかもしれません。しかし憲法が制制制定定ささされれれたた当時に想定されてていいいなかっ度度で今制度化されているももののというのもあります例えば裁判員裁判制度とか自衛隊というのは憲法が作られた時にはおよそ想定されていなかった制度ですけれども。 これは現在憲法改正を経ずに制度化されて、まあ、社会に定着をしているということになります。想定されていいいななかかったから改憲が必要とととううのは端的にに誤りということになりこますまた憲法が想定していない同性婚を憲法解釈で認めるのは集団的自衛権の行使を容認した際の解釈改憲と同じ問題がある,のであるのではないかという見解もどうやらあるようです。 ですが国民の権利を広げる方向での憲法解釈と国家権力に対する縛りを弱める憲法解釈は全く意味合いが違います。特に集団的自衛権についてはそれまで長らく定着していた政府解釈というものがありましたがそれを変更するものであったというこの点もこの同性婚の議論とは全く異なる要素ということになります。 例えばですねあの今日来てくださっている記者の皆さんが保障されている取材の自由というのは憲法に明記されていませんでその権利の取材の自由の大元にある知る権利というのも憲法に明記されていませんこれらの権利は解釈で導き出された権利ですけれどもこれが解釈会見で許されないという議論は存在しません同性婚に関してもそれと同じことが言えます でさらに言いますと、過去80年間、えー、憲法改正されたことはありません、えー。仮に改憲するとなると、非常に長い道のりが予想されます。同性婚は一刻を争う事態ですから、改憲を待っている余裕がありません。えー、このように、えー、憲法改正は必要ありませんので、えー、後ほど郷土代表の寺原から説明するマリフォー法案を速やかに国会に提出して成立させていただきたいと考えています。 で2つ目の論点ですけれども、えー、同性カップルに婚姻を認めるのではなくって婚姻に似た例えばパートナーシップ制度を導入すれば良いの良いのではないかという意見があります、えー、しかしパートナーシップ制度では不十分です不十分というのはちょっと物足りないなというニュアンスではなくてパートナーシップ制度では困りごととか差別は解消されないという意味です そもそも同性カップルに婚姻を利用させずにパートナーシップ制度などの婚姻とは違う制度を利用させるということは同性カップルを婚姻させるとこれこれの支障があるけれどもパートナーシップ制度ならその支障が生じない回避できるという説得的な理由が必要なわけですけれどもそのような理由はおよそ考えつきません。またパートナーシップ制度を作ることは不十分なだけではなくて大きな問題があると。 考えています同性カップルが婚姻の名に値しない劣った関係性であるというメッセージを国が発することになりますしそれは差別の維持とか拡大につながりますそれにこれまで日本社会に存在しないパートナーシップ関係夫婦とは違うパートナーシップ関係という関係性を新たに生み出すことになりますとこれまで日本に存在しない えー、あの関係性が急に現れますので社会が混乱する可能性は否定できないと思います国民や事業者に新たなパートナーシップ関係を正確に理解させるのは簡単ではないと思います広報のためにおそらく数兆円単位の予算も必要になると思います婚姻に組み込むならすでに存在する夫婦 配偶者という関係性として理解可能ですので先ほど申し上げたような支障は生じませんこのようにパートナーシップ制度を導入すれば十分であるという見解は正しくないというのが私たちの考えですで最後の三点目ですけれども社会が受け入れ体制を十分整えているということです時々同性婚を導入するのは時期尚早とか まずは理解増進してから同性婚を導入すべきだという見解がありますけれどもすでに社会は同性婚を受け入れる体制が整っていますですので直ちに法制化しても問題ないという状況に今日本の社会はあります最近の世論調査では6割から7割の国民が同性婚に賛成しているという結果が出されています若年層に賛成意見が多いと いうのは顕著な傾向ですけれども高齢層でも賛成多数になってきています国民の理解は十分増進していると言えますこのような社会のしなやかさとか柔軟さを裏付けるデータがあるのに同性婚を導入すれば社会が混乱するとかまだ社会が追いついていないというのはあまりに自虐的だと私は感じています その他の論点についても本日お配りしている配布資料で整理をしていますのでぜひ一度目を通していただきたいと思いますそれではマリフォー法案の説明に移りたいと思います、はいえー、ではあのお手元の婚姻平等マリフォー法案と書かれている資料をご覧ください この1ページ目に私たちマリフォーが提案する法案の目的などを記載していまして2ページ以降に法案の内容を記載していますそしてこの法案のポイントをまとめましたのが「婚姻平等マリフォー法案のポイント」という1枚の資料です我々の法案のポイントについてこちらに沿ってご説明をさせていただきます。 まずこの度私たちが作成いたしました婚姻平等・麻利法法案は異性カップルが現に利用している現在の婚姻制度をそのまま同性カップルも利用できるようにするために民法法を改正すする法律案です先ほど三輪共同代表からご説明させていただきましたように憲法改正は必要ありませんので今回の法案も民法の改正案。 となっていますでこの法案を公表しました趣旨は現在の法律の単語を置き換えるのみで婚姻の平等が実現できることを改めてお示しすることでそのような観点から本法案は現在の法制度をそのまま同性カップルが利用できるようにするための最小限の改正 を示すにとどめていますですので異性カップルにおいても検討が必要な点例えば選択的夫婦別姓を認めるかどうかとか生殖補助医療に関する親子法制をどう組み立てるかなどについては今回の法案には組み込んでおりませんでその前提で具体的な法案の内容ですけれどもまずは現在の民法739条が婚姻は 戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずるとしているところを、えー、私たちの法案では「婚姻は」の後に「性別の遺憾を問わず二人の当事者が」という文言を加えまして「婚姻は性別の遺憾を問わず二人の当事者が」 戸籍法の定めのところにより届けていることによってその効力を生ずると改正をして当事者双方の性別に関わらず結婚できることを明記していますで特徴的な修正はここだけであとは性別に関わりなく適用するための置き換え規定となります例えば夫婦とある箇所は婚姻の当事者に夫もしくは妻とある箇所は婚姻の当事者の一方 父母とある箇所は親に置き換えるということになりますただ一点だけ不足として同性間の婚姻が認められててここなかったたとをを踏ままえた調整規定を置いています。現在同性カップの中には婚姻が認められていないことからやむを得ず養子縁組という形で二人の間に違法的な関係性を構築している人たちもいます。 そのような同性カップルは法律上親子となっているわけですが民法736条は養子縁組によって一旦親子となったものについてその後養子縁組を解消したとしても婚姻できないと定めています。でこれれは道義的観点などどによるもも、のとされていますけども 同性カップルの場合はもともと親子になりたかったわけではなくやむを得ずその形をとっただけであることを踏まえて法改正前に養子縁組をした同性カップルでも離縁をした場合には一定の期間に限って婚姻をできるようにしています。なお同性間の婚姻を可能とする法律案としてこれまでに野党議員から法案が国会に2回提出をされています。 が野党案は選択的夫婦別姓法案と同時に提出されている関係で選択的夫婦別姓法案の成立をを前提としした改正ないいい調整規定を置いています冒頭で申し上げましたように今回の法案は現在の法制度をそのまま同性カップルが利用できるようにするための最小限の改正を示すということを目的にしていますのでそういった規定は置いていません。 また、当案は民法739条を婚姻は異性または同性の当事者が戸籍法の定めのところにより届けることでその効力を調ると改正していますが同性異性のいずれでもというよりも性別を問わずに婚姻が可能になるということに意義があると。 いうことからえ私たちの法案では先ほどご説明しましたように性別の遺憾を問わず二重な当事者が婚姻できるという表現にしていますさらに野党案では民法七百七十二条一項が定める着出推定の規定が同性カップルに適用されていませんが現在の民法を単語を置き換えた上でそのまま適用するのであれば この規定も同性カープルに適用されることになります。すなわち現在の民法では、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定されることになっています。これが着出推定の規定であって、まあ、早期に親子関係を確定することがこの福祉にかなうとされています。これは婚姻当時者の一方が出産したときの規定であるところを、 同性カップルであっても婚姻当事者自身による出産はあり得て婚姻当事者が出産した場合には現在のの制度のまま着出推定を適用すすることが可能です一方例えば身体的に男性同士のカップルについては出産することがありえませんので着出推定の適用場面がないということになりますけれども。 法律婚している異性の夫婦で妻が出産していない場合に着出推定の適用がされないのと同様です現在の民法での着出推定の適用場面と変わりはありません以上の通りリフォー法案における民法の改正案は単語の置き換えのみであって複雑な調整を要しません 現在の民法の条文との比較についてはこの,あの青い「新旧対象表」という資料をご覧いただければと思います。2月1日の岸田首相による同性婚を認めると社会は変わってしまうという答弁およびその2日後の荒井元首相秘書官による同性カップルないし同性婚に対する差別発言を受けて再びマリフォーは2月6日それらへの抗議と 要請事項を記載した岸田首相宛ての書面を森雅子首相補佐官に直接提出をいたしましたその要請事項の一つ目が同性間の婚姻を可能とするための法律案の作成二つ目が性的マイノリティの権利保障について検討するワーキングチームを組成し同性カップルやその家族などからヒアリングを行うことです先日岸田首相は 一部の性的マイノリティ当事者団体と直接面談をしていますけれども婚姻の平等を求める私たちマリフォーとの面談は実現していませんし同性カップルの声を直接届けることもできていません岸田首相および政府にはぜひ同性カップルや私たちマリフォーの声を直接聞く機会を設けていただき今回のマリフォー法案を踏まえて速やかに 法改正のための具体的な支援機に着出着手していただきたいと思います。以上です。はい、以上が同性婚の法整備に向けた論点解説及び結婚院平等マリフォー法案の発表でございました。 ここからですね、えっと民法学者の方による見解というフェーズに移りたいと思います。本日は法学者であられます立命館大学の名誉教授二宮秀平さんにお越しいただいてますので、専門的及び客観的立場でお話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは変わりまして二宮から報告いたします。で、お手元の資料があり。 ますのでそれをご覧になってお聞きください。婚姻平等とマリッパ法案の妥当性というこのレジュメです。よろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と大学の授業みたいになりますが、しばしご容赦ください。まず同性婚を承認する国地域、2001年のオランダを皮切りに、2022年9月のキューバ、で今年2月のアンドラ。 含めまして、三十四カ国地域に上りますで、えー。今、日本によりますと、同性婚を持つ国の GDP は、世界全体の五十二パーセントに相当しています。国別としては、三十四カ国地域ですけど、例えば、えー、ここに掲げられている。英国であったり、ドイツであったり、フランスであったり、まあ、GDP の高い。 国がありますのでまあ、そういう国が実際ここの34のうちの過半数ですなのでこういうデータも逆に出てくるのですね国としては34カ国でも GDP でいくと世界全体の52%パートナーシップ制度を持つ国を入れると55%とまあ、こういうデータがありました 同性婚の導入の経緯ですがヨーロッパが多いですよね欧米諸国が圧倒的に多いんですがこれらの国々ではキリスト教の婚姻観が背景にありますと同時に婚姻を男女の結合とする伝統的な家族観もありますこの2つの考え方からすると同性婚には消極的ないし否定ということになります。一方 判例とか個別の立法で、えー、パートナーが死亡した場合の居住権であるとか、労災の遺族保障とか、そういうのを部分的に認めるような例も出てきました。実際に、えー、同性カップルの方が共同生活しているということも可視化されてきています。そして何よりも同性愛は精神疾患ではありません。えー、80年代、90年代、米国精神医学会とそれから WHO、 の判断によりまして国際疾病分類からは外されていますそうしたことから同性カップルの共同生活の保障に必要性があるとそういうことも大きな要請となってきましたこの A と B の妥協としてパートナーシップ制が導入されました前提は婚姻とは違う婚姻とは違うけど共同生活は保障しようと。 こういう趣旨のものです。なので、パートナー相互に保障される権利、義務には限界があります。しかし、後で紹介するように、あのフランス、ドイツ、英国え、いずれの国も改正を重ね、婚姻に禁止していき、最終的には同性婚の制度化に至っています。フランスでは、1999年、 パックス、民事連帯契約と法約されていますがパックス法が成立し性別を問わず2人の青年社間でそのカップルの生活を組織するために締結さ,される契約となんか難しい持って回った言い,、ま、言い方をしていますが、まあ、財産的な結合と,されていましたところが2006年の改正で共同生活義務相互扶助義務など人格的な義務を生じさせる。 パックスであるということを出生証書の欄外に記載させる2011年の改正では法律婚とパックス共に所得税については同じ課税方式を取るそして13年5月に同性婚が制度化されましたドイツでは2001年同性カップルを対象とする生活パートナーシップ法ができました。 ところが2005年の改正で財産関係とかパートナー間の相互扶養関係等について婚姻と同じような権利が進められ連邦憲法裁判所は2009年に遺族年金について2010年については相続税と贈与税について法律婚夫婦と取り扱いを異なることに対して平等原則違反憲法違反とうこういう判断をし 17年にに同性婚導入に至りました英国の場合は個別の判,判例によっていくつかの法的保護はあったんですけど同性カップルの共同生活全体を保障するには至っていなかったので2004年シビル・パートナーシップ同性カップルを対象にそういう法律ができました。ここれも婚姻とととは異なるる存在でであいいうことを謳っていたのですが 婚姻をする権利について性的指向により異なる扱いをすることを正当化するその根拠理由が見つからないということから2017年7月同性婚の制度化に踏み切りました2001年にオランダが同性婚を導入した時オランダはまずパートナーシップ制度がありました。 それでは不十分だということでもあったんですが一方で同性カップルが共同生活をするそういう状態が社会的な脅威ではないということの確認のプロセスが当時は必要だったなのでパートナーシップから婚姻へという安心を持って婚姻へというこういう動きになっていました。 ししかし今は先ほど見てもらいましたように34カ国地域で制度化しているわけですから今さらこういう社会的脅威とか社会的承認がいるなどということを間に挟む必要はありません。パートナーシップ制定から婚姻までフランスでは14年ドイツでは16年英国では9年当事者たちは待たされています。すなわわち当事者にとっては失われた 14年であり16年年年ででであありり9年だったのではないいかと思いますで実際にもうパートナーシップいりませんと即座に同性婚を導入した国もこうスペインからキューバまでいくつかの国がありますでその後パートナーシップ制はどうなったかということですが同性婚の導入によってパートナーシップ制を廃止する新規登録を認めないという国々があります、まあ、ドイツはその典型例です。 それからフランスのようにもともと性別にかかわらず利用可能なパートナーシップ制を導入しているところでは相次ぐ改正で婚姻に近づけましたけど婚姻との相違を維持するすなわち解消の自由婚姻は離婚パックスは役所への届け出で,で事実婚の場合は何らその解消の手続きはいらないとか。 緩やかな結びつきであるとまあそういう個性を残すことによって当事者の選択に委ねる後でも紹介しますが性別を問わずカップルの形態として婚姻、パックス、事実婚これを選択できるようになっていますそれから同性を対象とするパートナーシップ性シビルパートナーシップ性を取っていてイギリスでは異性カップルがおかしいじゃないかと 同性カップルは選択できるのに異性カップルが選択できないのはおかしいというのでヨーロッパ人権裁判所に提訴して最高裁はこの差別を認定するということから2019年法改正され異性カップルもシビルパートナーシップを利用できるようになりました。 まあこういう経過を紹介した玉木さんの論文によりますと性セクシャリティをめぐる事項において不遇な立場にあった当事者により司法判断を仰ぐ訴えがなされ個人としてこの個人というのはトランスジェンダーの当事者を指していますまたカップルとしての差別や不平等の是正措置立法が段階的に重ねられいかなる属性の者も,のも平等の扱いとなるよう新制度の導入が さされれててきたとこのように分析されていますなので同性婚導入する前段階のパートナーシップだというのはもはや必要ないしその意味もない導入するのであればフランスやイギリス英国のように選択異性カップルも同性カップルも選択できるというのだったら導入の意義はあると言えるかもしれません。日本は何を目指すべきでしょうか ままず科学的知見に立たななければなりません札幌地裁、えー、同性婚を認めない婚姻法戸籍法を違憲と判断しましたその前提として性的指向は自らの意思にかかわらず決定される個人の性質であるといえ性別人種などと同様のものということができるこれは合憲判決の大阪地裁でも違憲状態にあるとした東京地裁でも同じ判断です。性的指向で 婚姻をすることができる、できないという処遇をことにすることは。法の下の平等に反するのではないか。まあ、平等原則が重視されなければなりません。まあ、立法法案の普遍性ですが、あの、今紹介した同性婚を導入した国々のほとんどは。現在ある婚姻制度を同性カップルに拡張するというものです。同性の二人による婚姻を承認すると。 こういうことなのですね。台湾を除けば、みんなこのようなスタイルを取っています。だから制度の骨格は同じです。なので極修正で足りるわけです。例えばドイツ民法1353条では、婚姻は異性または同性の2人のものによって生涯にわたり締結される。フランスも同様です。かつフランス民法はパックスについても異性または同性の2人の という文言を設けており自立婚についても民法の条文の中で同性異性または同性の2人はという書き方をしていますでこれらの国々では異性カップルを前提とする用語を修正しました性中立化です夫婦夫妻についてはマリフォーと同じです婚姻の両当事者一方当事者これはドイツ型でフランスは配偶者とエポゼというのを使っています。 父母は両親もしくは親の一方ですこれらの国と違って日本には戸籍制度があります戸籍制度は一体どうなるんでしょうか現行制度を維持することが可能です、えー、夫婦のところにその夫の氏名妻の氏名を書いて戸籍を編成していくんですね一組の夫婦とそれから氏を同じくする子単位をとして戸籍は編成されますから同性であるか異性であるかは問いません なので夫婦単位の戸籍に登録することができますただその記載事項の修正は必要になります例えば夫になる人妻になる人婚姻届書にはそう書いてありますこれが婚姻の当事者という表記になるでしょうし夫婦同士が原稿ですからそうすると婚姻後の夫婦のうについて今は夫のう妻のうのチェック欄ですがそうじゃなくてそこにどちらかのうを記載するという対応ができます 戸籍についても配偶者顧問夫妻という区分欄があるんですがこれ全く意味がないので廃止しちゃってよろしいと父欄母欄は親以下養父養母は養親親権者父母は個人名届けね人父母もしくは母というのも個人名にすればよい逆にパートナーシップ制を導入すると戸籍とは別の登録制度 が必要になります。もしくは戸籍の中にパートナー性を組み込まないといけない。したがって新システムを構築しなければなりませんから、大変大きな作業になり、かつ莫大な予算を投じることになろうかと思います。婚姻間の変容ですが、国立社会保障人口問題研究所の第16回出生動向基本調査、 がえー、昨年年月にに公表されまました2021年の最新データによりますでいくつかあるのですが結婚家族に関する意識を見ると結婚したら子供を持つべきだ賛成というそこに書いてる1834歳の未婚女性2053名では67.4から36.6に激減しました男性も75.4から55.0。 50歳未満で初婚同士の妻4351名も66点から45.8婚姻の目的は生殖保育ではありませんなので、えー、生殖保育はできないから同性婚はダメですという論理は今のこういう人たちの家族間からすると受け入れられないということになるでしょう2016年調査で初めて同性同士女性同士の結婚があっても構わないかという こういう、えー、質問項目が設けられましたで。賛成というのが先ほどの未婚女性88.3、男性72.0、既婚女性83.5です。まあ、先ほど皆さんが紹介されたデータ以上のものがこの調査から伺えられます。じゃあ同性婚を制度化することによって社会は混乱するんでしょうか。例えば、 台湾では2019年から婚姻登録が可能になりました累計すると婚姻全体の1.94%ですフランスでは2013年法制化された翌年の2014年では婚姻全体の4.36%になりました滞留していた人が婚姻登録をされたのでしょう しかし最近で落ち着きまして2.79%です。圧倒的な異性婚という現実は変わりませんし、社会がこれによって混乱しているということはありません。むしろ同性カップルをはじめ、セクシャルマイノリティに対する平等意識、社会的承認が高まるものと思います。それこそ個人の総長と多様性の承認、SDGs にかな、えー、うことであろうと思います。 法律まあとりわけ家族法は社会の変化に応じて変わるものですむしろ変わっていかなければなれません例えばこれまででも婚外子の相続分差別2013年に廃止されましたそれから女性のみの再婚禁止期間昨年12月の法律改正で廃止されました婚姻的で男18女16でした これも昨年12月の法制で18歳統一とあこれはあの成年年齢の18歳統一に従って18歳に統一されました法律は現実に対応してで当事者の権利を保障するために変えていかなければならないものと考えています。ちょっと時間オーバーいたしましたけれどもご清聴どうもありがとうございました。 はい、二宮さん、多角的な視点での検証、分析そして見解ありがとうございましたでは、ここからは質疑応答に入りたいと思いますがこのまま進めてしまっても大丈夫でしょうかはい、わかりましたでは、もしご質問ある方いらっしゃれば挙手をいただきましてご質問いただければと思いますその際にメディアのお名前いただければと思いますまたオンラインで参加されている方々もいらっしゃると思いますのでその場合はチャット欄で質問の方よろしくお願いします。いかか。がでしょうか はい、ありがとうございます。北海道新聞の根岸です。あ、今日はありがとうございました。あの基本的なことを一点教えてください。あの今回のマリフォー法案なんですけども、こちらどどこかに提出するですとか、今後のあの予定を教えていただければと思います。 はい今の時点でこの日に誰に提出するということは確定はしていませんがこのえっと法案自体が政府に届くことを私たちも望んでいますので今調整をしているというところですありがとうございますよろしいでしょうか大丈夫ですかねはいでは他ご質問よろしくお願いします東京新聞の奥野と言います今日はありがとうございました えっと、2点あのお伺いしたいんですけども、えっと、1つは寺原さんに、えっと、あのまあ ちょっと触れれたかもしれないですけどその岸田首相はあの、まあ、この間ずっとその国民の理解とか議論の深まりが必要だっと、まあ、答弁されてますけれどもそこに対する、まあ、今回の,この改正案の発表と,、えー、と思いみたいなものがあれば、えー、と一と言いただきたいというのが1点目ともう1つはこれはなんかどこかでこの案自体を一般の人は見ることはできるんでしょうかその辺りも教えてください。 はいいありがとうございます2点目からあのこの案はこの後あのマリフォーのウェブサイトで公表いたしますので一般の方にも見ていただけるようになります。で1点目ですけどもあのおっしゃるように、まあ、岸田首相の,その同性婚を認めると社会が変わってしまうという発言はあの首相によればネガティブな表現ではないんだとで、まあ、いろんな色意見があるから議論が必要だというふうにあの。 表現をちょっっっっととと変わてててきいいいいるるうかかおっしゃっているかと思いますでこれまで2015年の安倍首相の同性婚を認めるかどうかはその家族の根幹に関することなので慎重な検討を要するという答弁を歴代の首相が繰り返してきたわけですけれどもそれから8年経っても具体的な法案の審議はなされていないままに まあ検討すらもされてこなかったという状況がありましたでその中で今回岸田首相がまあ議論が必要だというふうに我々としては一歩踏み込んだ表現をされたのかなというふうにも理解をしているところですのでそうであれば具体的なあの論点について、まあ、我々としては今日お示ししたこの論点整理資料の中で一般的にこう あの慎重な方が気になるであろうところは網羅しているつもりですので、まあ、これや今回の法案を踏まえてぜひ具体的な議論に入っていただきたいそのための資料はすべて揃えていますよというのが今日の会見の趣旨になります。はいいいありがとううごごござざまますす他ご質問ございますでしょうか 朝日日新聞の杉原ですす今日はありがとうございいまましした、えー、法案についてお尋ねしますこれは民法改正案なので、閣、え、法、ー、とか政府案とかいうことへの反映を目指しているということでよろしいでしょうか、それともあの例えば野党案などでそのこう提出してもらうことも考えているとか、あとあの議員立法なども検討しているとかいうことがあれば教えてください。 はい、あの我々としてはこの方法でなければならないというあの方法論についての,あのこだわりがあるものではないのであのこのような内容のきちんとあの法律は通るのであれば、まあ、各法であってもあの超党派の議員立法であってもあのそこはあの特にこだわりはありません。で今回すでに芋野党の方であの法案が出ていますけどもちょっとそれは先ほどご ように我々の法案と完全に一致する内容ではないので、まああの法案がそのままというよりは、あのこの今回の法案を踏まえて改めて皆さんで議論をしていただけたらというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。ご質問ございますでしょうか。 オンラインの方は今のところご質問ないということで伺っておりますが大丈夫でしょうかは,い、ではご質問内容ですのでこれにて発表記者会見を終わりたいと思います。